こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、川崎記念も、いよいよ最終日。えー、決勝の予想をお送りしたいと思います。はい、決勝はご覧の9人。え SQS、ー、班、昨年のグランプリ覇者の浅井をはじめ、えー、まあ、SQS 班、えー、桑原えー、あと、あのー、 地元地区からも3人勝ち上がってまいりました。そして、えっ、ー、と、111機期待のルーキー松本。いやー、なかなかいいレースであの勝ち上がってきましたね。あのこの松本の走りを注目です。はい。えっ、ー、と、というわけで、その松本の後ろが競りになりました。えー 同地区の香川が番手を回るんですが、そこにあの大塚があの競りに入りました。やはり、えっ、ー、と香川がまあそもそもあの競り向きな選手じゃないだけに、まあっさり競り負けるか落車があるか、あの競り負けたふりをして立て直すのか、ま、まあ、この3つが大きく分けて考えられるんですが、 どちらにしろ松本は、まあ、一回は前に出るけれども、えー、っと、やはり走りづらい競争を余儀なくされるのではないかと思います。まあ、もちろん、あのー、S 級シリーズかでは、あの、後ろ競りというのは何度か経験してるはずなので、その辺では、あの、慣れてはいるんですが、 この大舞台で後ろが競りというのは松本にとってはあまり、あのー、いい、まあ、感じではなく、まあ、ネガティブな方向にあの傾くんじゃないかなと思います。まあ、それでも松本 本当落ち着いた競争をするんで、そうしたら、あの、後ろが稼ぎだったら、あの、それでも、あの、自分は何とか、だけでも何とか、というふうに切り替えられるのが、やっぱり松本の良いところなのではないかなと思いますね。で、えー まあ他が前を取るのはやっぱり一番の浅井だと思います。でえー、山中にしてみればあの後ろやはり地元神奈川の2人を連れてるんでどうしても早めの仕掛けしかも浅井を後方に置きたいあの走りになると思います。でえっ、ー、と松尾とお塩が競りになるのであの 大体、あの、そのセリが本格的にごちゃつくのが最終ホームスギになるんで、そうなると落車が誘発されて巻き込まれる可能性もある。で、やはり後ろ、フラいつれているということで、最終1コーナーまでには山の中、なんとかできていきたいんじゃないかなと思います。で、えー、っと、その284の後ろに浅いたのがつけて、 あの、切り替えて、で、バックぐらいからアサイがまくっていくレースじゃないかなと、私は思います。でですね、まあ、やはり、あの、格的には断然、アサイなんですが、山中の,のトップスピードもなかなかいいもの持ってますし、地元を引き出したい 引き出すということで、自分が欲を持つと、うん、あんまり山中は欲が出てしまうと良くないんですが、もちろんあの、地元地区ではありますから、山中も優勝はできればしたいと思うんですが、まず第一に山中が考えてあるだろうっていうことは、地元地区から 誰か優勝者を出すっていうことですね。なので、えー、それを考えている限り山中は力を出し切れる。つまり、えー、アがまくってきたら、浅井来ても、あの、浅サが不発に終わってしまう可能性があるんじゃないかなと私は実は考えるんです。 えっと、準決勝は、最後は、あの、確かに一着を取りましたが、え、鳥取の仕掛けが、やっぱりも、もう、あの、金からい行っちゃえばいいんですよ、あれはね。ちょっとホームガマシーではお遅いし、仕掛け方があれだったから、結果的に香川が離れてしまった。 カガが離れて、浅井に番手にハマれてしまったんで,で、鳥取もそれほどもあのスピードかかりが良くなくて、結果的に鳥取は決勝に乗れなかった。まあ、浅井はしぶとく3着に乗ってきたんですが、鳥取は準決勝は普通に先行し,てした方が。 後ろを連れて先行した方が決勝に乗れる可能性は高かったんじゃないかなと思います。まあ、それをうまく、あの、はまれた浅いではあるんですが、まだ私の中では、信用しきってない部分はあるんですよね。 えっとで、北の、うん、準決勝はいっぱいになってて、それほど良くないのかなとは思うんですが、なんとなくですね、まあ、浅井の仕掛けも、山中があまり、あの山中が当然、早めに行くとなる,ってなると、小原も動けますから、待ってまくりしてくる。 というのを警戒すると仕掛けも早くなるのかなと。まあもちろん284で84が番手まくりして直前勝負しっていう方法もあることはあるんですがまあそのどちらかだとは思うんですがもしかすると早めに仕掛けてシアートにブロックをく,くらってあの不発に終わるという で、そこをあの、来たのが切り込んでくるというのは、あるんじゃないかなと思うんです。そこで、えー、っと、まあ、本来なら、浅い。もしくは、あの、小原あたり、になってくるかと思うんですが、私は白戸なんですよ、本命は。 えつまり、あの、山中が、あの、最終1コーナーまでにできる。あの、かまし逃げを見せる。まあ、白ばがついていく。え、浅井がスイッチする。え井、ー、と、井がまくって白戸にブロックされて不発になる。えー、と、8、4で、え原、ー、と、原が発進する。えー、と、そこ、そこを、あの、4コーナーは、箱で回った白戸が抜け出す。 もしくは、あのー、アサイはし、あの、バックで仕掛けずに、えっ、ー、と、バックでし、えっ、ー、と、オバナが番手まくりを打つ、えー、シアト、アサイで直線を回って、シラト、アサイの直線勝負。どちらにせよ、あのー、意外と展開はシラトに向くんじゃないかなと思いました。シアトも、あの、準決勝。 えー、軍事、松谷があの不発になる中を、鋭くあの中を突っ込んで、桑原の2着ですからね、この足は、あのー、仕上がってないとできないと思いました。で目がご覧の通りです。えー、っと、やはり、あのー、 シアトウ前を回るオバラや、アサイはいるんですが、松本。え、後ろがセリになって、ま、基本的、後ろは全くいらない。でも、あの、アサイ、北野の後ろあたりにいて、 最後、まあ、まくり追い込みとか、ひょっとしたら中を伸びる展開で、えー、っと、突っ込んでくるんじゃないかなと。足を溜めたら来るような、もう足はもう出来上がってるような気がするんですよね、松本は。それに、 まあ、えっ、ー、と、三連単の真実ーズ見てこの時点では人気集めてるんですが、もうちょっと本番では人気落ちるだろう。まして、あの、シアトを組み合わせだったら別戦にもなるし、相当つくと思うんです。要は、松本度胸はありますからね、あの、後ろが競りになって、叩かれても棚では好まないんじゃないかな。もう一度、あの、 立て直して、えー、チャンスを伺ってくるような、えー、っと、まあ、あ新人払いした選手なんじゃないかなと思います。そしてもう一人、あの、同枠、7番の北野もちょっと要注意です。えー、アがあの、バックから仕掛けて、えー、番手まくりさせようとしなくて、えー、バックから仕掛けて不発になった場合、 えっと、北野自身、あの、私、奈良記念で見たんですが、数く中を、最終日、3コーナーから中をついて、数く伸びて、廃車線でしたけど、1着を取ったレース。1着だったかなが、結構忘れられないんですよ。まあ、そのまま自力型が全滅して、追い込み追い込みで、まあ、決まったレースだったんですが、 多分そうだったと思うんですが、まあそういうごちゃついた展開になったとき、地域型が、あの、お互い足を使って、上がりがかかった場合の北野というのは本当、あの、要注意です。シアトはかつてん、ぐらいの展開だったら上がりはかかる。地域型は全滅してるだろうということで、えー、北野が浮上してくる可能性も十分あります。 というわけで、この白戸からさらに相手は、まあ、浅井を除いて、浅井やまあラインの小原を除いて、穴目の,の五枠両者を狙ってみました。いや、これ面白いと思いますよ。えー、っと、昨日の準決勝ではあの10レース、桑原を放免しときながら、 えっと、しら、しらとをあの、外してしまって、悔しい思いをしているだけに、決勝戦は、その白らとに返してもらいたいな、と思います。まあ、頑張れ、地元の白らと。というわけで。あ、穴狙いしてみました。はい、以上。 えー、川崎記念、大賀賞ナイターの決勝を、えー、お伝えいたしました。ゲーム動画でいこうでは、えー、チャンネル登録者数を募集しております。えっ、ー、と、さっき確認しましたら、ついにあの、チャンネル登録者数300人いきましたよ。300人。いや、一つを区切りですが、 やっぱり最終的には1000人行きたい。もっとチャンネル登録者数が欲しいと思っております。ぜひぜひ見に行って、か見に行った方、チャンネル登録していただければすごく嬉しく思います。はいえー、ブログやツイッターもやっております。アドレス欄、 え、アドレスをですね、説明欄に記載しておりますので、よろしければ見てください。最後の20秒で流します。関連動画、動画プレイリスト。はい。こちらの方も時間ありましたら、見に来てくださったら嬉しいと思います。あの、いろいろゲームを、ゲームの動画を上げておりますので、今1000本以上、あの、ゲームの動画を上げております。 ぜひぜひ見に来てください。はい。では、えー、川崎記念決勝戦の予想をお送りしました、えー。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。